大阪もんってめっちゃうまいね。なんでって歴史とこだわりが詰まってるからやで。みんなで大阪を応援しよう。カモン大阪もん。大阪もん応援サポーターの山パンと竹内まりです。この番組は大阪で収穫生産された農林水産物、いわゆる大阪もんや、時代を超えて愛され続ける加工品、いわゆる大阪もん名品の魅力を余すところなく紹介し、美味しくいただいちゃう番組です。今回ご紹介するのは、赤く輝く宝石のような甘くて美味しい大阪もんと、180年以上変わらない味、岸和田城主も愛した大阪もん名品が登場。それではカモン大阪もんスタートです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、はい、今回は片野市にやってきました。片野市、はい、はいはいはい、すごい田園風景が広がってて、まあ、緑が綺麗だね、この季節は。そうなんですよね、うん、まあ、片野市っていろいろね、大阪も来させてもらってますけども、うん、今回は、うん、こうなんか宝石の名前がついた大阪もんです。やだあちらですね、きっとね。こんにちは。こんにちは。すいません、お願いします。水谷と申します。よろしくお願いします。水谷さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。宝石を、はい、土の中に埋まってるんですよ。そうなんですよ。宝石が土に、はい、ちょっと一攫千金狙ってちょっと今日は掘ってもらったらなと思いまして。掘る、この今この紫のお花もそうですか。そうです、全部これ。そう、あ、全部そう、これが、はい、これ取っていいんですか。はい、もちろん。いいですか、ね、いや、もちろんです。ここを引っ張るんですか。はい、後ろ気ぃつけや。いやいや、怖い怖い怖い、ドスになるから後ろ気ぃつけや。なんか見たことあるな、それ。なんかでやってたな。これもっと引っ張っていいんですか。はい、もうちぎれたりしないですか。ちぎれても、ちぎってもいいですよ。ちぎってもいい、はい、何かいらしいの出てきた。何これ、さつまいも。ほんまや、さつまいも形かわいらしいですね。実はね、さつまいもじゃないんですよ。これ型のルビーっていう、皮が赤いじゃがいもです。じゃがいも、じゃがいも。型の市内で栽培された、これもともとレッドムーンっていう品種のじゃがいもですよ。レッドムーン、はい、大阪府が定める大阪エコ農産っていう基準を満たした栽培をしたものだけ型のルビーと呼びます、うん、っていうか皮薄。そうなんです。え、土取ろう思て、うん、ギュッてやったら皮めくれたんや。そんな薄いんですか。そう、繊細なんです。宝石なんで、やっぱね、ちょっと宝石だからルビーなんや。味の特徴としてはほんのり甘いです、うん、で食感がすごくしっとりしてる。しっとり系、はい。で、まあ、加熱調理した時に煮崩れしにくいじゃがいもになってます、はあ、見た感じちょっとつるんとしてるんですよ。つるんとしてる。他のじゃがいもみたいにでこぼこが少なくて、確かにお家で料理する時すごい楽なんかな。確かに。どんな食べ方がおすすめですか、うん、やっぱりその煮崩れしにくいっていうことで、まあ、そのまま皮を生かした料理ですね。もうそのままおでんの中にドボンと入れてもらったりとか、ポテトサラダでも皮ごと入れてもらって。おお、そっか、あ、ね、蒸してね、はい、マッシュして、あ、いいかもね。確かに。でもいろんな、煮込んでも美味しそうだし、はい、焼いても蒸してももちろんですし、いや食べたいな、そうだったら食べたい食べたい、はい、実はね、今日すぐ食べれるようにちょっと持ってきて。ありがとうございます、はい、早いってもうふかしただけの芋ですけど、ぜひ食べて感想聞かせてください、はい。いただきます。いやか、いや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 、え、さつまいもやん。ねっとりしっとりやん。あ、そうですね、味はじゃがいもなのよ。じゃがいもでした。食感さつまいもやで。甘っ、うん、あ、おいしい。はい、そうなんですよ、うん、皮すごい。なんとも、この皮が残らんのがすごいですね、うん、そうですね、しっとりしてるけどちょっとしゃ、なんかね、食感もちゃんとあって美味しい、うん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 、宝石感伝わりますかね、なんか。これはもうプリンセスが、あ、わかりました。うちのプリンセスが伝えますんでこれはもう食の中での宝石ですね下手やなでもやっぱルビーほどお高いんでしょ。多分ちょっとだけ、あ、ちょっとぐらいですか。もうちょっと、もう、あの、他のじゃがいもとあまり変わらないです。
ただまあ市場にあまり出回らないジャガイモになるの で、 なんでさっき体験していただいたように、うん、掘るときに皮むけちゃったじゃないですか、はい、なので機械で掘れないんですよ。ということはたくさん作るのに向いてないというか、ね、難しい、難しいですね。片野市内のスーパーあとマルシェとか開いたときにそれも一年中ではないので、いや貴重なんや、もうちょっと食べたい貴重やって言ってるやんか。だからよ実際に、はい、その買っていかれたお客さんの反応ってどうですか。やっぱり、まあ、先ほど食べていただいたように、まあ、甘さ、うん、食感、上品な食感があるので、うん、まあ、奥様方、まあ、買っていただいて、はい、家で、まあ、料理したらあれなんか料理うまなったみたいなことになるっていうのはこう聞いたことあります。あとはまあお客様とは別ですけど、片野市って給食の、野菜を、はい、僕ら地元の農家の野菜も使ってるんですよ。はいはいはい。で給食でもこの片野ルビー使っていただいてて、でまあ子どもたちにも食べていただいてるっていう、うん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 、なかなか他の市町村ではねやりたくてもできないことなんかなって思ってて。本当ですね。なんでまた片野ルビーを作ろうと、うん、生産しようと思いはったんですか。いやー、もともと僕前職家具職人でして、家具、家具職人、まあ勉強のためにイタリアに8年間住んでたんです、はい、日本戻ってきて、まあ、普通に家具作ってて、あ、やっぱそうですね、まあ、どっかのタイミングで、まあ、加工するよりも加工する材料を作る人のになりたいなと思って、せっかく僕もご縁があって片野で農業やらせてもらうので、はい、まあ、地元にちなんだなんか地域の野菜作りたいなと思って片野ルビーをこういっぱい作ってみようかなと思いました。そうですか。片野ルビーって言ってますけど未だにやっぱり知らない人は知らないんです。なのでもっと生産量増やして、まあ、片野市、あ、片野ルビーあるとこやねぐらいに言ってもらえるようなもんにはしていきたいなと思っています、はいはい、ルビー職人として、はい、宝石職人として、宝石職人、はい、勘違いしそうですね、はい、ルビー職人ってなっちゃうといやでもあながち宝石って言って野菜って間違いじゃないと思うでね、うん、素晴らしいですね。やっぱその丹精込めて愛情込めて作られてるもん一つ一つって、うん、そうお金に換えられないような輝きを持ってるじゃないですか。もう涙が止まらないですそれ多分汗やと思いますそしてあまり響いてなさそうでしたあれちょっともう一回台本確認してますね、うん、あ、ほんとムッチリ感がすんごい美味でござるいや、バカ気味言うとあったで、美味でござるって言うとあったよ。新鮮、安心、お値打ちな農水産物が揃う産直市場よってって、生産者と消費者の橋渡し役として豊かな食生活をご提供します。さあ、はい、岸和田にやってまいりました。はい、すぐそこにはもう岸和田城があるというあたりなんですけども、はい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 、岸和田城にゆかりのある大阪も名品だそうです、うん、へえ、岸和田城にゆかり、なんやろう、大阪も名品、はい、今回こちらでございます、はい、場所は小山梅花堂さんです。小山梅花堂さん、はい、なんやろう、言いたたずまいよね、ね、歴史をすごく感じますよね。なんて読む、創業天保10年、え、江戸ですよ、江戸、江戸、こんにちはこんにちは、よろしくお願いします。ズバリ、小山梅花堂さんの大阪門名品は何ですか。梅花村雨です。梅花堂の村雨、みんな梅入ってるんかなっていうか、違うです、梅花堂梅花堂さんの村雨、はあ、その名も梅花村雨と、はい、米粉と砂糖と小豆で蒸し上げた、そぼろ風に蒸し上げた和菓子です。岡部藩ってお殿さんにお饅頭と村雨は献上してたんです。これですか。はい、そうです。岸和田城主に、はい、じゃあその頃から作り方は変わってないんですか。変わってないです。それはすごいですね。味変わらず、はい、すごい、味変えずやってきたんですよ。
食べてみたいですね。いやなんかこう試食させていただければいいけど。わかりました。すぐご用意してきますので。すいません。お待たせいたしました。ありがとうございます。先生ジーバート。ありがとうございます。あ、しっかりと、はい、小豆が乗ってるお店によってはさ、うん、ホロホロの部分が、ね、ちょっと長かったりするけど、はい、ここのバイカムラサメさんすごく細かくしてあるから、うんうん、丁寧なお仕事されてるのがね、うんはい、見えますね。違うんだ。頂戴します。あ、ほんとムッチリ感がすんごい、うん、米粉のこの美味しさもそうですけど、やっぱり炊いてる小豆がうまい、うん、これ岸和田城主が食べてたんですよ。うま今感じてます。姫え、姫も食べてたの？いやもちろんそら、ね、奥方の皆さんも食べてたでしょ。側室の方もあんた多く出てたよね。やってたよね、エキストラでね。そうなんですよ、はい、多くのエキストラで。本当ほんまほんまです。今一度じゃあその大奥の姫だと思っていいんですか、はい、ちょっとバイカムラサメを食べていただいて、その上品な感想をね、いただき、すみません、大奥でございます。ビミでござる。いや、バカ気味。バカ気味やないよ。言うたかったで。トーンと顔面がバカ気味なんやな。これはどういう風に作ってらっしゃるのかっていうのが気になるんですけど。あの、そしたらそれはちょっと中で見ていただいたらいいかなと思う。いいですか。中で作ってあるんですか。はい、あ、はい、じゃあぜひともお願いします、はい、お願いします。さあ今回は特別にバイカムラサメを作らせていただけるという、うん、はい、はい、ことでよろしくお願いします。お願いします。な、何代目？私で7代目。7代目ですよ、はい、師匠。よろしくお願いします。もう本当にまずは何からスタートですか。あ、これはあの出来上がった生地なんですけど、はい、小豆と米粉と砂糖、はい、入った状態で、はい、混ぜてあるんですね。そうです。これをあの、あ、いやー、ポロ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 、すごい。あ、そういうこと。細かー。機械とかでもなくもうずっと人の手で。そう、そうですね、はい。え、今もですか。あ、今もちょっとこれ。へのかき氷。あれ、これ何ですかねね、うん、氷くるみ。氷くるみっていうんや、はい、青大豆でくるまれてるからくるみ。あのくるみじゃないんです。あ、違うんですか。え、あの夏はね、あのやっぱり氷くるみすごい人気です。混ぜながら食べていただく。なるほど。青大豆のこのあんを、はい、絡ませながらね、はい、いただきます。うん、今からの季節にもってこいですね、うん、来ました。あ、来た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 。おお、香ばしい感じの香りがしてますね、うん、そう、小豆の、はい、小豆のね、いい香りしてるわ。いただきます。もっちもちや、ね、より、うん、もちもちで、このあんの、うん、この風味とかもすごく、あ、おいしい。香りがいいですね、うん、あずき食べてるって感じする、うん、いや素晴らしい。いやすごい。どうじゃ姫。ビミじゃの。いかがですか。ありがとうございます。神聖たるところで失礼しました。じゃあ今後、どういった夢持ってありますか。あの地方販売はしてるんですけど、うん、あのネット販売とかしていけたらなと思います。
確かにね、はい、この美味しさを全国の方に、はい、また世界中の方にね、はい、食べていただきたいです、はい、素敵。そのためには姉さんどうしましょう。小さなことからコツコツと。そうやねこういう感じで。シャレ。ほら。うまや。え、あんだけ言ってたの。あんだけで向いちゃった。料理そらせんばおかみこじてやってまいりました。いやいや、まあ、今日もね一日暑かった。汗かいたなねそんな汗をかいた日の締めにはやっぱりこれジャスミン焼酎祭りか。やった。大好きなの。あら、こちらはですね、うん、焼酎の本場鹿児島の大隅酒造で、はい、ジャスミン茶葉から作ったもう爽やかな香りの焼酎おつ類と、そしてすっきりとした後口の焼酎香類を合わせた、これがジャスミン焼酎ということなんです、ね、そうなのよ。でこれが2004年に発売されたジャスミン焼酎祭りかが新デザインとしてこれ今発売をされてると。そうなんだよね。ということなんですよ。やっぱりこれジャスミンやからすぐ香りがいいじゃないですか、うん、まさに、うん、であとその清涼感とか、うんうん、もうほんまにお料理何でも合いますし。そこでよ、うん、私はいつもこのボトルですけど、はい、噛んでましたね。噛もあるよこれだからもうこっちの噛んだと、はい、もうすでにこのジャスミン焼酎をジャスミン茶でもう割ってある状態がこの噛んですよ。黄金比で割ってあるってことやから、それは美味しいでしょ。美味しいよね。じゃあこれで乾杯しましょう。よっしゃ、じゃあ、はい、乾杯。あー爽やか、なんて香りがいいんでしょう ねこれやねん。ほんと華やかなジャスミンの香りで、飲み心地の良さ、はい、すっごい美味しいです。高原さん、はい、肩のルビーあるよ。型のルビーと、季節野菜の、重ねのせです。おー、なんて分かりやすい。分かりやすい、このままでしょ。型のルビーをちょっとね蒸してで、ちょっと季節野菜をちょっと、ね、水なすにトマト、この暑い夏場にね、あ、トマト、トマトと、いいですね。で、ベーコンちょっと焼いたのと、あー乗ってる、自家製のオニオンサワークリームを下に塗って。サワークリームなんや、これ。すごい、いける。そうやねうん、うわ、すごい洋、洋の味。うん、うわ、型のルビーうまっ型のルビーの甘さがしっかり残ってて、うん、そこにこのサワークリームも美味しい、そのナス、なんかいい感じにこの甘みが出ながら、はい、ちょっとサワークリームで爽やかな、美味しい。でそこに合わすのが全然あるよ。合ってしまうんよね合うんだな、ね、おいしいな。ほんと邪魔しないからね。しない、ジェジェちゃん。ソラさんでもこれまで使ったはったんで、ね、初めてです。お、見たのも初めてです。型のルビーっていうぐらいから赤いんか、もう確かにこれも赤いですよね。そう、中は普通のじゃがいもの色やし、はいはい、だからもうそのね赤色っていうか、この皮をちょっとね強調しないとなるとね、剥いてしまうと多分ジャガイモですから。料理人の鏡ですね。生産者の気持ちをやっぱ乗せてね、はい、そうですよ。はい、高原さん、はいはいはい、すいません、剥いちゃいました。皮を全部剥いちゃった農家さんすいません。え、あんだけ言ってたの。あんだけ剥いちゃった。これあのムースにしたんですよ。健康やな。やっちゃった。フライドカトルビーちょっと乗っけて、はい、ただ皮もなんとか残したいなと。
試行錯誤した挙句、あの皮ごとそのままムースにしたんですよ。お、すごい。中にちゃんと皮も入ってます。こういう感じで、ほら、うまい、よくない？うん、先行こうかな。からの、ほんと滑らかな甘み、すごい。そうでしょう、うん、あの舌触りがすんごいいいんですね。で、甘みがしっかり出つつも、塩効いてあるのがちょっと甘みがより出る。あ、へえ、そうなんや。うん、すっごい美味しい。ほぼこれ味も塩、ほぼ塩だけですからね、ほとんど。塩とか、あのブラックペッパーと少量だけなんで、あとちょっと牛乳とね、あとまあホイップするの生クリームちょっと入れてますけど、でもまあまあ入ってますよ。まあまあ入ってますけど。でも、そらさんで出るのかな。うーん、難しいかな。そらもあるよ。あるよ、千葉神コーチあるよ。大丈夫。やっぱあります。なんかちょっとちゃうよね。あるよ。主婦時代になってますけど。そう、そっちやねんな、なんか。あるよ。なんかちゃうねんな。いやでもあるってことです。あります、大丈夫です。ね、はい、ここでプレゼントのお知らせです。小山梅花堂さんより梅花村雨と城下町もなかの詰め合わせを5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページからカモン大阪もんで検索してどしどしご応募ください。締め切りは7月31日までです。さらにサントリーさんから私たちも番組でいただいた心地よい香りと清涼感、軽やかで飲みやすい味わいが食事とよく合うジャスミン焼酎マツリカ JJ 缶12本を6名様にプレゼント。こちらの応募締め切りは7月15日までです。皆様のご応募お待ちしております。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いや、今日も高原マジックでした。形崩したけど大丈夫。はい、いや全然全然 OK です。新しい形、OK、そうですよ。そう、水谷さんめちゃめちゃね楽しみにされてたんですよ。あ、聞いてます。はい、はい、ソラさん、高原さんってすごいそのアイデアが斬新な料理を作ってくださるので、その型のルビーがどうなるか本当に楽しみなんですか。めちゃくちゃ考えましたね。それがプレッシャーとなり、はい、まあ、でもそれが力となった、力となり形にできたかなと思います。いや素晴らしいです、はい、いえいえ、もう水谷さんにちょっとメッセージお願いします。はい、ありがとう。イタリアに8年いたそうです。あ、そう、はい、なんて帰ってきますかね。知らないですよ。カモン大阪もご覧の皆さん、私ギターボーカルの関です。今お聴きいただいている曲の「ZTHEFINAL」が来月8月24日奈良ネバーランドで行われます。ぜひ遊びに来てください。